拝殿脇には金棒が置かれてます。こちらの金棒なんてとても大きいですよね。ふんです。今日は武蔵嵐山駅に来ました。節分ということで鬼を祀ってある鬼神神社でお参りをしてから大平山、庄山、小倉城跡など里山を歩いていきたいと思います。それでは出発します。いざ鎌倉、いざ嵐山、畠山重忠だ。今向かっている鬼神神社なんですが、鬼を祀ってある珍しい神社なんですよね。2月3日の節分祭には福輪内、鬼輪内、悪魔外と変わった掛け声するそうなんですよね。鬼が主役の神社って感じですね。なんか鬼は勝利の神様らしくて、強さの象徴でもあるらしいんですよね。自分の心も強くしてくれる神として、全国から多くの方が訪れるみたいなんで、とっても楽しみです。こちらが鬼神神社になりますね。赤鬼と青鬼ですね。すごいです。あちらの瓦は鬼ですね。拝殿脇には金棒が置かれてます。鬼神神社なんでやっぱり違いますね。すごいです。金棒、こちらの金棒なんてとても大きいですよね。節分の時に使うんですかね。どうなんだろう。その脇には絵馬がありますが、こちらは勝負運がアップするそうなんですよね。すごいです。こちらに鬼神神社の由来が書いてありますね。節分祭は鬼神神社において一番大きなお祭りで、この日は何千何万の人々が福輪内、鬼輪内、悪魔外と連呼する、日本でここだけの鬼の祭りであり、境内は大変な賑わいを見せると書いてありますね。すごいですね。ここだけの鬼のお祭りなんですね。ありがとうございました。それでは鬼神神社でお参りをしたので、駅の方面に戻っていきたいと思います。鬼神神社、趣がありましたね。鳥居をくぐって参道を歩いていくと、赤鬼さんと青鬼さんがお迎えしてくれてましたね。迫力満点でした。節分の日にね、盛大なお祭り行われるみたいで、節分の日に来てみたかったんですけれども、ちょっと早めに節分気分で今日は伺ってみました。それでは次に庄山登っていきたいと思います。庄山は初めて登るので楽しみです。武蔵嵐山駅東口戻ってきました。こちらにも鬼神神社のことが書かれてますね。あ、これがお祭りの時の格好なんですかね。鬼神神社の菅谷館跡を見ながら庄山目指してきます。菅谷館と見学寺、菅谷館跡は畠山重忠が住居してたと言われるところみたいですね。す
しいですね。広大なところです。こちらがフォンクルワのようですね。城の中心的な建物があったんだと思います。こちらもお堀ですね。畠山重忠の像がこちらにあるみたいなんで、ちょっと会いに行ってみようかと思います。畠山重忠さんですね。とても凛々しい顔してます。とても偉業を成し遂げたんでしょうね、きっと。すごい方です。畠山重忠さんでした。こちらはデマス型土塁ですね。フォンクルワを守る高い土塁なんですね。デマス型、頑張ってるんでしょうね。富山、それでは庄山向かっていきましょう。二瀬ですね。瀬ということは流れの急なところを言い、この二瀬は土岐川と月川の合流するところで、どちらの川も瀬となっている。流れの急なところなんだ。流れが急なんですかね。そんな穏やかに見えるけど急なのかな。急なんですかね。あちらに見えるのが大平山ですね。で、そちらに見えてるのがこれから登る庄山です。こちらあたりから庄山の登山道となるみたいです。この滝山すごいいいですね。なんかすっごい青々としてて、すっごいいい。ここすごいな。庄山山頂標識ありました。庄山106はい、庄山 164.9m お疲れさん。イエーイ、ありますね。庄山三角点、嬉しいですね。山頂標識あると、いやー、なんか思ってたよりとってもいい山です。なんかすごい快適に登れた。それでは次の小倉城跡目指していきましょう。所さんすごいな。こちらから大平山見えます。その下には嵐山渓谷ですね。テント張られてる方もいます。気持ちよさそう。なんかこちら富士山みたいですよね。私だけですかね、そう見えるの。小倉城跡入り口ですね。こちらは本当に古い石で書かれた小倉城跡入り口と書かれてます。蛇に注意、蛇マークですね。沢が左にあるんで、ヘビさんが結構いるのかもしれないですね。小倉城跡ですね。すごいですよね、こんだけの。今こちら現在地なんですけど、これだけの敷地がお城なんですね。あ、発掘調査中だって。なんか取れてんのかな。こんにちは。何か土器でもあるんですか。小さいからね。もっと大きいんだらいいんだけど。小倉城跡にある展望の良いところです。先ほど登ってきた庄山がよく見えます。コーヒータイムしようと思います。今日はミスドの大人のポンデショコラでコーヒータイムにしたいと思います。たまにミスドのポンデリングって食べたくなるんですよね。それでは
出発していきたいと思います。こちらの何も書いていない方面が愛宕山方面なので、そちら目指していきましょう。これから目の前に見えている愛宕山、神沢山に登っていきます。木漏れ日がいい感じで すごい。この上の葉っぱもこの巨木の木が占めている。すごいぞ、愛宕神社の祠ですね。下里のすだじ、山頂標識ありました。愛宕山 178.3m です。どんぐりがかわいい。巨木これすごいですね。すごい立派です。それでは次に向かうのは神沢山ですね。向かっていきましょう。神沢山ってどこになるんだろう。神沢山行こうと思ってたんですけど、ちょっと地図の引き方が甘かったのかちょっとわからなくなっちゃったんで、また今度登ろうと思います。ちょっとね、予定にしてた山行けないのは残念ですが、安全が第一なんでね、今度にします。ちょっと行ってわかんないんだった、一人だし危ないですね。こちらに警告解除、予定ルートに復帰しました。そうです、復帰しました。大平山向かいます。わからなかったらちょっと次回に回して、次回のお楽しみということにします。ちょっとなんか勘違いしてたみたいですね。今振り返ったらこちらに神沢山ありました。イエーイ、よかった、嬉しい。なんかわかんないけどこれたまたま振り返ったんですよね。神沢山が教えてくれたんだ、ありがとう、嬉しいです。神沢山です。こちらが何やってたんだろう私。なんか寺山、なんかごっちゃになってましたね。寺山と神沢山が一緒だと思っちゃったのかな。嬉しいです。次回のお楽しみではなく、すぐお楽しみがやってきました。お腹空いたね、もう頑張ったから。山頂見えてきました。山頂到着。ここまで来れてどうもありがとうございました。ここ大好きなんですよね。すごいですよ、なんか吸い込まれそうな感じなんですよ。ここ年の数だけグマ豆を食べたいと思います。嵐山渓谷寄りながら帰っていきたいと思います。癒されますね。それでは武蔵嵐山駅に帰っていこうと思います。今日は距離が長めということもあってちょっと遅くなってしまったんですけれども、のんびりとコーヒーとドーナツとかを食べてたりと、おしおしになってしまってこのような時間になってしまいましたね。ここは今日の反省点かなと思ってます。武蔵嵐山駅到着しました。